高蔵チューブ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、高蔵チューブへようこそ。今日はですね、なぜかあんまり皆さん使われてない投手かもしれません、対ピンチを持っていて、フォークツーシームがあるにもかかわらずあまり使われてない選手使っていきたいと思います。こちらです。はい、小川投手ですね。小川投手は何といっても制球がいいですから、なかなかコントロールで崩れることは少ないんじゃないかなと思います。ただスピリッツがね、ちょっともうきついかな。ゴールド帯ね、結構もう選手は育ってるんですよ皆さん。はい、でツーシームでフォークっていうね、あとナックルカーブ、この辺を使って抑えていくことになるんでしょう。はい、で対ピンチをレベル1にしております。あと援護とかはね、別にこれリア帯においてはそんなにいらないですし、まあ、球持ちはちょっといるかもしれないですね。というわけでやっていきましょう。防御率ひどかったね今、防御率 4.14、 急所できてるんだ、すごい。やっぱヤクルトっていうチームは打力がすごいね。はい、行きましょう。いやー、打率がめっちゃ下がってるなー。全然やれてないからな、リアタイ。はい、じゃあ小川投手行きましょう。スライダーから入りましょうか。いいとこ、ナイスコントロール。あー、いやいやいや、ちょっと今バグりましたね。バグは良くないですよ。マウンド上小川、そしてキャッどう攻略して2球目は何で来るか。2球目を打ちました。取った、2塁のダブルプレー、ダブルプレーでランナーなくなりました。この回の小川、ツーシームそんなにやっぱり島君のツーシームみたいには曲がらないですね。はい、ですね。そうなるか。オッケーオッケー。ツーシーム、ツーシームでいこう。またファウル、次ナックルカーブ。インサイド落ちました。入れました、ファウルボール。じゃあフォークかな。ボールカウント2ストライクです。変化球、3アウト、チェンジ、福留。相手を0点に抑えて、今回打ちたいね。ボールに、まあ、ちょっと温まってきましたから少しやって、 OK。 伸びていく、と最初は変化球持ってきました。ストライクです。曲がらないね。打ちました、いけ、パワーで持ってけ。よし、1塁です。バッ、インサイド抜けろ、オッケー。セカンドの右抜けるとになりました。さあ4番翔さん、スワローズこの回1点を入れています。オッケー、セカンドランナーホームイン。そうですね、インサイド落ちました。わーお、スタートランナータッチアップ。いや、いい当たりよ、うん、いい当たり、オッケーです。まあこっからちょっと下位打線がね、やっぱり弱いんですよね。よし、ヒットになりました。ストレートを投げてくるな、この人。ランナー1点を入れています。さあ、このままここもしっかり繋いで得点。ファールか。お、抜けた。よし。人になった。あ、鮮やかなバッティングでした。終わっちゃった。はい、小川投手2試合目ですね。うん、1試合目はね終わっちゃったんで、すぐ。実況は皆さん大事な立ち上がりを迎えるわけですが、山岡投手ね、打ちづらいんですよね。まあ、使ってるんですけど打ちづらい。大事でしたね。はい、打ちました。ヒットになった。いや、今失投だったね。あ、送球する。セカンドいけないか。バッターは2番に入っているマウンド上山岡。そしていかにピッチャーを打ち崩していく。ナックルカーブとね、縦スラの見分けがね結構大変なんですよ。そうですね。その打4球目。打ちました。レフトへ打球伸びる。5番。バッターは3番の吉田か。まずはアウトコース。さあ何を狙っていくか。止まっているか。まあ、肩がそこで縦カット使ってくるんだ。なるほど。おお、入れてきた。なかなか縦スラ投げれないけどね、あの状況から。ノースリーからね。うわ、最悪。危ない。二塁フォースアウト。マジか、上がらんね。今日は上がらないデーかもしれない。フライデーじゃないからかな。おお、いや、出せたな今。あ、めっちゃいいとこ来るな。うわー、ボール球だったかな今。全然強い当たりがいかない。打席に入ります。振ります。引っ張り警戒でいこうか。小川投手もコントロールが。これが2球目。これスライダー、ちょっと甘いね今。うん、あ、甘いわ。相手はね、切り抜けて主導権を握られないようにしたんですね。さあ2球目は何か。
落ちるボールです。高め際どい。ああ、いいボールでしまいました。次が5球目。外の低め、フルカウントになります。さあ、これで決まるのか。打ちました。センター、さあ、そして打席には長島がライトで流れを渡せんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。打ちました。このフライはどうだ。オッケー。そしてバッターボックスにはヤルトながらピンチは続きます。バーブですね。そうですよね。うわー、はい、ボールが先手、ツーボールナッシングです。打ちました。ボールを拾って、はい、まあ、タイピン出るといいね。サウト2回表に入ります。スワローズの攻撃、打ちたいんだけどね、なかなか上がらないんですよ、僕が打つと。切れていく、ボール球か。グラブ好きだね、この人。打ちました。センターに打球伸びる。なんで超えない。いやー、ちょっと理解できないな。打ちました。これね、良くない。本当に流れ的に7番バローズ打線ですが、4球で2アウトになってよね。2球目打ちました。ワンバンド。よし、何その追い方。さあ、そしてランナーを置いています。うわー、引くのか。上がった。2回の裏、ジャイアンツの攻撃。バローズ得点に動きはありません。0対0で最終回。うわー、ハマスト決まっています。ストライク、ツーボールと追い込んでいます。際どいコースには投げ込んでいます。めっちゃいいとこ。フルカウントで、さあ、これで決まるのか。左へ。いや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 、レフト前、打ち上げた。いやいやいや、スワローズピン連打でランナー、ここで打線に勢い。変化球打った、取った。さあ、そしてバッターボックス、嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウト。よし、ふわっと上がった。つかん、2アウトランナー3。タイピン出ねえな。ちょっと歩かそうか、ね、タイピン出したい。次誰だろう。よし、怖いバッターの。次は代打の亀井と、背に打席に立ちます。なんとかサヨナラチャンスですからね。ここで決めたいですよね。まず何を投げてくるか。変化球打った。よし、セカンドが抑えた。バッターは9番の甲斐。スワローズ得点で迎える最後の攻撃です。バッターボックスには代打。そこが入るんか。なるほど、そうですか。しっかり捉えた。セカンドランナーヒット。いい場面でいいバッターが続きますね。よく取った。よし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 、まだまだいい、まだいい。変化球、へい、伸びた、伸びる、伸びていく、レフト。やっとおかわりでホームラン打った。おかわり君で入ってくるか。あれ、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。ツーアウトランナーありません。際どい、引っ張った。うそー、ジャイアンツ最後の攻撃になります。めっちゃタイピン出るな。しかし先ほどのダサーフライに倒れています。スワローズリードで迎える最終回です。うわー、違うな小川、違うな。それ言ったらダメだな。もう一回行こうか。中に入れないと全然違う。次が3球目。変化球。よし、ナイスナイス、おかわり。いいとこだよ、おかわりくん。サードの見せ場だからね。これが2球目。よし、いいとこ、いいとこ。近い場面です。甘い。よし、センター。バックホームするか。オッケーオッケー、行ってんならオッケー。スライダー行こう。オッケー、打っていった。セカンド取った。一塁アウト。いや、勝てた。